さあみんなご飯食うめーういとさあかが食べたとさあかメロンも置きといでみんなごめん今日もコオロギちっちゃいんだよ。おっ今豆太郎が瞬時に食べたな。子供たちから食べてもらおうかな。プクちゃんです。前回ですねこのプクは横からつついてくるねチャーさんにね取られちゃったんですね。半分飲み込んだ状態で取られるというねすごかった。茶の力もすごかったな。おいみんな降りといで降りといでこれおおろろろろろろおトサカ順調2匹目。おそら豆が出てきましたね。サイヤボールと赤目アマガエルのおお豆太郎も来た。こい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 おおチャーガエルチャーガエルが食った。チャーガエルがおお豆太郎が今日もトサカにめっちゃ怒ってる。メロンが動き出しました。パンダちゃんがね上でね隠れてたんですけどねメロンにはどかされました。ネズミちゃんもいます。右上です。ネズミちゃんちょっとごめんな。メロンとパンダちゃんメロンお落ちちゃったメロンごめん下で食べとるわ。メロンにチラチラ見せて下におびき寄せようかな。メロンさんクイ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 下降りといだあんた。まあこれあげるわ。あんたがパクってやってくれたことに免じてまあこれはねあげるけどみんなとな下で食べてくれなあかん。あんたもあんたと競うことでプクとかも育つんだよな。プクはまあ狩り馬だったけどな。さあ前回から餌を食べるようになったパンダちゃん。ああ落としちゃった。ピンセットの扱い下手だな本当にな。パンダちゃんクイ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 食べれる食べて食べておっおく食べたパンダ。パンダがまともに食べてくれましたね。ありがとう。あ、なんかでも複雑そうな顔してどうしたそれ餌だよ。おお、飲み込んだ飲み込んだ。パンダ成長してきたな。もうそろそろ大人水槽かな、この子は。あ、こっち見とる。アピールしとる。まだ食える？子供たち優先で食わすよ。プクこれな、プクじゃない、パンダこれ力の加減難しいんだ。ああ、落ちたもんダメだ。もう知らん。もうパンダごめん。パンダ全然悪くないけど。パンダにはね、またで子供水槽であげるでさ。おう、飛び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 。我慢してくれ、今はな。子供水槽にもっと食べやすいちっちゃなペレットあるで。豆太郎の頭に。豆太郎のツルツルの頭に、ハゲたツルツルの。豆太郎の頭、それハゲとんの？生まれつきやな、ツルツルはな、カエルは。誰豆太郎のことツルツルって言った人いかんよなあ豆太郎。豆太郎ごめんな。あんたのことツルピカって言ってな。え食べ食べ。豆太郎体全体がなんか頭皮みたいな肌質してるんですよ。なんか血管が浮き出てるみたいなね。なんかスキンヘッドの。嘘やって豆太郎。豆太郎気にしとるかもしれんな。ネズミちゃんも降りてきてくれん子やな。ほい。降りてくれへんのに。顔映っとらんやん。今カメラ見たら。ネズミさん、何しとんのあんた。みんなに顔見せて。おお、顔映っとるこれ。あ、映っとる映っとる。でも指どかすと固めだけ。美味しかった？ネズミちゃん降りといで下来たら持ってあげるで。パパンダがね、もう、また落としちゃったー。パンダがめっちゃアピールしてる。パンダ食べれるか。動かな、わからんが、動いてるよ。食べ食べ食べ。ああ、もう今のはパンダがあれ。今のはパンダだな。今のは完全に口元まで持ってってたらべるわ。パンダ動いてるのはやっぱ無理か。これ動いてるよ。これ、どうする？食べる？やめとく？やめとくか。いいよいいよ。自分のタイミングで食べれよ、パンダ。食べ過ぎてもいかんだよな。この子はもともとね、虚弱体質でね、本当にね、今生後8ヶ月ですけど、これまでにもう3回意識失ってね、ひっくり返ったことがあってね、もう本当にやばいってね、去年、年内持つかなって、ちょっと喋りながらネズミさんをね、ネズミちゃん何やっとんの？何を葉っぱの陰からじっと見てんの？下降りてこいやん。ちょっと待っとり、ネズミちゃん。パンダの話もしたいけどね、ネズミちゃんがそんな葉っぱの陰に、おお、また顔映らんところにちょっと顔出して、こっちに。顔出して。おお、顔一瞬映ったんじゃない？あ、片目だけ映っとる。葉っぱが好きだわな、そりゃな、ネズミさん。この子もね、野生出身なんでね、大人になるまで野生におったもんな。うわ、本当に何も見えん。パクパクしてる姿も見えん。ネズミさん。お、指をパクってやったって、そういう意味じゃないのよ。あ、これ、かわいくないですか、これ。葉っぱにね、しがみついて。この竹もですね、枯れてきたんでね、3本だけね、追加で買ってきました。3本でね、297円もして、結構高いんですよ、この竹。なかなか枯れないですけどね。もともとあった竹に足したんで、一部枯れかけてるのもあってね。でも3本は全く新しいものを入れたんでね。で、これからね、お金にゆとりがあればね、枯れるごとに3本ずつ297円で、近所のスーパーに売ってたんでね、ちょっと買ってこうと思います。ちょっとね、一瞬全員が映る位置、ここ。あ、豆太郎が映ってないか。まあ、豆太郎来た。ほぼ全員が映ってるこの場所で、引きの絵を撮りましょう。引きの絵を撮ると言っても、まずはお伺いを立てます。パンダ。パンダもいらん？あ、もういらんな。よしよし。ほんならな、プクは、あんた成長系で、プクは、ああ、ちょっとでかいか。プクも2匹食ってるでな。食いすぎると苦しいじゃな、この子らもな。ああ、落ちた落ちた。あ、メロンにそのちっちゃいやつ、それパンダにあげたかった。あんたは。あんた体でかいでね、でかいコオロギあるんだわ。豆太郎とあんたら、けけ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 。これ、先端じゃなくて、これ、動いとるよ。動いとるのパクってせな、あんた。おー、しゃ、豆太郎勉強した。前回はね、あー、これちょっと、カメラの位置がギリギリだった。豆太郎すまん、さっきの賢い姿、うまく撮れてないかもしれん。ごめんな、豆ちゃん。